内緒にしといてくれよ。よろしくね、丸尾さん。帰宅した模様ですね。ちょっと完全にこれは放送事故レベルだね。はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。やってまいりました、新企画、ヒカキンの生態に迫る。これどういうことかと言いますとですね、これです。ちょっと反射して見えづらいかもしれないんですが、見守り用のカメラです。留守中にペットがどうしてるかなとか、子供部屋にセットしといて子供大丈夫かなとかね、そういう風に見守り用に使う、まあ、カメラですね。こういうの使ってる方も今多いんじゃないかと思うんですけども、要はこれネットがつながるので、ネットを介して遠隔で外でも例えばスマホで家の状況が確認できるっていう、そういうカメラです。でこれを5台買いました。でこれ結論から言うとですね、なんでこれ買ったかというと、僕が使うわけじゃなくて、ヒカキンにプレゼントしようと思って買ったんですよ。っていうのもですね、あいつも結構最近外仕事も多いので家を留守にすることが多いんですよね。でそうなってくると心配なのが丸尾モフコ。ずっと家留守にしてるから丸尾モフコ心配じゃないですか。まあ、もちろんね、ちゃんと朝ご飯と水と用意してあげれば、まあ大丈夫だとは思うんですけど、もしかしたら体調崩してぐったりしてるかもしれない。そんな時に気づけなかったら困るわけですよ。こういう時に非常に便利なのが、まあこういう見守り用のカメラですよね。これを丸尾モフコのいる部屋に様々な角度からこれセットしておけば、いつどんな時でも、外にいる時でも、仕事中の合間でも、丸尾モフコ大丈夫かな、でも見れるわけですよ。で実はですね、うちももともとこういう見守り用のカメラ使ってて結構重宝してるんです。うちの場合だと、まあ、全部屋ではないんですけど、寝室に置いてあって、例えばちびきんお昼寝してますと、でそんな時に別の部屋から、あ、ちゃんと寝てるから大丈夫かなっていうのを確認できるわけです。いやまあ別に家にいるから見に行けばいいんだけど見に行けばいいんだけど、部屋入る時にまたガチャンとかって落として起きちゃうとか、そういうこともあるんで、逆にねこれで見守った方が良かったりする時もあるんです。あとは例えば僕の場合だと、ライブに行ってる時とかにちょっと合間で、あ、ちびき今どうしてるかなっていうのが遠隔で見れるんですよね。そうするとこう、お、頑張んないとねっていうこうパワーをもらったりするわけです。だからまあこれをヒカキンの家にセットすることで、丸尾モフコを見守ることもできて、かつ仕事先でも丸尾モフコ見たら可愛いねーっつってこう癒されることもできるわけですよ。だからいろんな使い方ができるんですね。あとはセキュリティとしてっていう使い方もありですよね。例えばほら、これがセットしてあれば泥棒が入ってきても分かるわけですよ。で映像として残るので、まあ、犯罪対策にもなると。ということで今回これをプレゼントしようと思ってわざわざこの5台も買ったんですけど、まあ、ただこれを普通にプレゼントしてもちょっとつまんないんで、まずはこのカメラがちゃんと機能するのかどうかっていうのをヒカキンを監視して調べたいと。まあ、このカメラがね、どのぐらいちゃんと映るのかなっていうのを調査するにはいいんじゃないかなと思っております。ちょっと1個開けてみようか。おお、いいねいいねいいね。小型で非常に設置がしやすそうですね。多分ね、結構広角で映るんですよ。ちょっと高いところとかに設置すれば大体部屋全部映るんですよね。だから本当は5台もいらないかもしれないんだけど、まあ、各部屋にセットすることでどの部屋もチェックすることができるんで、まあより安全ですよね。でこれ Wi-Fi を介してさらにこの携帯のアプリで見ると。はい、ということでこれからヒカキンの家に行ってこれを各部屋にセットして1日監視したいと思います。行きましょう。よし、侵入成功。それではカメラをセットしていこう。どこがいいかな。あ、いいねいいね。丸尾モフコのベッドを使ってるようですね。さて、全体が映る方がいいから、まあそうだね、ちょっと高めの位置、ちょうどこの辺りの方がいいんじゃない。こう撮る位置。あんた可愛いね、内緒にしといてくれよ。よろしくね、丸尾さん。もっちゃん、もっちゃんよろしく。カメラのことは内緒に、よろしくね。よし、次は廊下だね。廊下に設置しよう。廊下の端っこでな、ここにいいか。
次はトイレ、トイレ、トイレがまあいつも通りですけど、こうなっててこっちか。よし。ちょうどいいところに延長コード。はい、ということで無事監視カメラすべてセットし終わりまして自宅に帰ってまいりました。これから清金の編集ルームにて実際のカメラの映像を確認していきたいと思います。よし、それでは監視を始めたいと思います。お、映りました。めっちゃ綺麗じゃん。あるお帰宅した模様ですね。リュックを背負ってるのでどっかから帰ってきたんだ。あるまいろ。まずは丸尾を探すと。あ、いたいたいた。あれはあのじゃらす棒だね。すぐ来るな。丸尾はやっぱね人懐っこいからすぐ来るんだよね。最近ねかなり太ったなっていう感じはしますけど飼い主に似て。まあで丸っこいのも丸尾らしいかなと思いますね。猫はちょっと丸い方が可愛いからね。丸尾を愛しています。いやそれにしても画質素晴らしいですね。遠隔でこれだけ見れるってのは大したもんだね。で色味はねなんか若干薄い感じしますけどこれ微調整はできるのでお好みの画質に調整できると思いますね。もっちゃんが来ないな。もっちゃんもっちゃんはねそこまであの丸尾みたいにすぐ寄ってこないから、だいたい僕行くとねあのテーブルの下とかに隠れてるんだよね。あ、モッコ来ましたね。本当にモップみたいだね。あの実際はね丸尾の方がだいぶ重たいんですよ。体格もいいし、ただモッコね毛が長いんで同じくらいに見えるけど結構小柄なんですよね。お、ハロー YouTube の練習ですか。ハロー YouTube、 ハロー YouTube、 ハロー YouTube、 何回やる。ハロー YouTube、 ハロー YouTube、 これやったことないじゃん。ハロー YouTube、 かなりちょっと練習が入ってますねこれはね。猫のポーズの練習ですね。カメラ近いのこの辺だもん。確かにねあのブンブンハロー YouTube かなりこだわってるからいつもねあの 2,3 テイクは撮ってるよね。あれあらこれはちょっとカメラの存在に気づいた可能性がありますね。やばいやばい、触っています、触っています、レンズを触っている、怪しんでおります。汚い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 。でも最後飛ばしてるから汚いから、あれどっか行きましたね。これねアングルの調整ができるのでちょっと若干調整してみましょうか。あ、いるいるいる。ちょっと切れちゃってるな。スマホで簡単に調整できるんですよこれ。もうちょいもうちょい、はいはいはい、映りましたよ、映りました。汚いね、もうおかしくなっちゃってるね、鼻ほじっちゃっても廃人のようになってますね。お、これは廊下ですね。廊下に来ました。あ、丸尾来ちゃってる、丸尾来ちゃってる。
丸尾が脱走。ああしかし本当に猫なのかっていうぐらい丸いね。耳がない。足が揃っちゃってた。基本的に丸尾ともふくね、普段はリビングで過ごしてるのでこっちにあんまり来ないようにしてるんだと思うんで、毛が舞っちゃうとかね、いろいろあると思うんでね。もうふくも来ちゃってる。そう、普段こっち来れないからちょっと来たいんだよね。まあそれはわかるよ。楽しいもんな、廊下来たら。無限のループになっちゃってる。何をやってるんでしょうかね。あ、ちょっとお腹の調子が悪い。あ、トイレトイレトイレ来ました。トイレのカメラですね。はい。ちょっと催したようですね。これは映していいんでしょうか。力みすぎ力みすぎ。ちょっと完全にこれは放送事故レベルだね。完全放送事故ですこれ。数十万人にちょっとこれはまずいね。ちょっと笑っちゃってんだよ自分で。これを数十万人に見られてるのはちょっとまずいですねこれはね。あカメラに気づいたかもしれません。流れちゃってるよ。水が流れましたね。汚い汚いもん。はい、無事トイレが終了した模様です。再び廊下に出てきました。すっきりしてますね。で、ここは、はい、寝室ですね。寝室もう夜も遅いんでそろそろ寝るのかな。頭がおかしい。完全に頭がおかしい。これはやばいですね。完全にやばい。普通の人はこういう動きはしません。これはね、おそらくスキーですね。スキーのイメージ。昔ね、スキー選手でしたから、スキーのこのターンの練習ですね。寝る前の運動といったところでしょうか。はい、扉を閉めて、電気かな。あ、電気を消しましたね。ただこれオートで切り替わると思うんで暗視モードあるはず。おホラーホラー、完全にホラーこれはホラー映像です。しかしすごいね、暗視モードでこんだけ映るんだもんね。真っ暗だと思うんですよ今これ。もう完全にホラー映画ですよねこれね。反射しちゃってもう逆に明るすぎちゃって真っ白になっちゃって白飛び白飛び。鼻息荒いな。はい、ここでも暗闇でも怪しんで鼻をほじっております。汚い汚い。ギリギリ大丈夫かな。大丈夫ですね。ギリギリ気づいておりません。はい、完全に寝ましたね。いびきをかいております。夢の中で丸尾が悪さをしているようですね。
完全に呼吸が止まってましたね。無呼吸症候群だよね。やばいやつだよね。夢の中でハロー YouTube。 セイキンバージョンも入ってます。 See you next time。 彼は YouTuber です。はい、ということで一度もバレずにカメラをセットすることができました。あ、おまわりさん、この人です。うちにカメラ仕掛けて盗撮したのってなっちゃうから皆さんお気をつけくださいね。はい、あの冗談なんで、あの私演技俳優ですから、もちろん全部知ってましたけど面白かったでしょ。しかしあのおならはあれガチおならです。すいません、おならあすごいことだよこれ。僕 YouTube 十何年やってきて初めて手した。それやばいね。うん、貴重な回ですねこれは。よりによって30代超えてからするっていう。すいませんね、もうちょっとやっぱリアルを出していこうと。そうだね、あれエフェクトじゃなくてね、そうリアルヘなんで。リアルヘです、はい、リアルヘです。僕出かけることとかね多いんで、ちょっと出先でね、まあルートもっこは、元気にやってるかねっていうのを見れるしね。本当に見れるからね。うん、だからリビングにさ、こうね違う角度からこう2所ぐらい撮っといたら、うん、もうほぼ全部いけるでしょ。そう、うん、かなり広角なんで大体映るんですよ、うん、でもこれ1万2000円ぐらいなんだね。これ2000円ぐらい、うん、フル HD の500万画素。それもあの映る範囲がすごい広いのよ。外行った時見れるから、仕事の合間とかにちょっとこう見ると癒される。そうだね、っていうのと大丈夫かなっていうのはこう確認できるんで、まあ見守り用としては非常にいいかなと思います。確かに一泊、はい、どっか一泊する時とかもね。でしょ、だからほら夕方から出かけて、うん、ご飯とかお水はしっかり持って、まあ、やってた。ただほらそれでもちょっとさ、次の日帰ってくるんでもちょっと心配じゃん。ちょっと心配でしょ。だってそうだから、その時に動いてる動いてる。そうそうでね、あの今日はやってないですけど、あのこれ実際多分ねこっちの声を送ることもできるんで。だからこれが、はい、持っててばこれを。そうそう、そしたら俺がどっか出先から、出先のスマホでメールメールまた悪さするんかとか、悪さしてたら白いカメラからまた悪さするんかって丸尾がピクってそういうことで丸尾、そういうことができる。で、こっちの音声も聞けるんで、どうしてっかなってのは分かるんですね。で、丸尾、ますます悪さできなくなる。うち猫ですけど、犬もいけるわけじゃないですか。いける、ね、だから、例えば、なんだろう、太郎や、太郎や、そう、帰ってきた時間かーいっていうのがあるから、あんまりね声出さない方がいいかもしれない、ね、ちょっとだけ期待しちゃいそうだよね。でもそうでもね、ずっと寂しいよりはいいかもしれない、よりはいいのかもしれない ねっていう、まあ使い方ですねその辺はね。もっちゃんも今後監視下に置かれることになる。そういうことになりました。ごめん秘密が全部バレます。今までね悪さしてたことがバレてしまいますね。これはどっちが悪さしたか分かる。そうじゃん、うん、うんちコロコロしたの誰やって分かるよ。たまに、うんちホッケーゲームしてんだよ。うんこがなんか外に出てるってこと。コロンコロンコロンってやってて、ですげえなんか部屋の真ん中とかにうんこがある、うん、どっちがホッケーしてるかバレちゃうぜ。なんかいろんなグレードのカメラとかも安いやつもあるんだね。あの似たようなのいろんなありますけど、今回のこれは動画の説明欄に載せておきます。載せておきますんで、よかったらチェックしてみてください、ね、はい、またお会いしましょう。 See you next time。 バイ。遅すぎることなどない、果てしなく続く空、その先にあるものを